スカラムを倒すしか手はない。権力の空白を作ればバニッシュとは混乱し、増援が来るまでの時間を稼げるはずだ。志願兵を募る必要があるのに、どうせみんな参加したがるだろう。とはいえレベリーの守りも残さなきゃならん。というわけで昔ながらのやり方で選ばせてもらうことにした。冗談でしょ、グリフィン。いや違う、こいつは作戦だ。強襲部隊がバニッシュとの縄張り深くに侵入する。素早く静かに東方でだ。他に方法はない。片道切符になるかもしれん。ここに残るものも必要だ。希望を絶やさぬために。プラン B は順調みたいね。ずっとこの時を待っていたんだ。開けましょう。どんなものかしら。
よし。でもサンプルがあと2ついるわね。もっと楽かと思ったのに。問題ない。大丈夫か？うん。多分、まるで誰かが私を見張ってる感じがする。ビーコンが残ってるわ。これじゃフォアランナーのシーケンスが完成しない。次はどこ？
をすべて排除。やっちゃいましょう。あと一つでしょ。これで、ね、よしと。状況は。おい。何があった。チーフ、何かが私をスキャンして、もう行った。確かか。ええ、ただのセキュリティプロトコルよ。それより最後の一つを。わからないわ。何かにスキャンされた。何かって、おそらく問題ないわ。おそらく、わからないけどね。本当に心配しないで、なんとかするわ。近いわよ。Thank you.
最後ね。嘘。これ、罠だわ。私が何かを探ってるモニターのルーチンで戦闘を起動して、行き詰まりを打破するために、まずい。行き詰まりか。向こうも。今は。でもいつかやり方を見つける。なら仕方ない。任せろ。レッドフラッグ。変ね。私、おかしいみたい。考えすぎかも。何か言ってた？なんでもない。そう、探し物はあった。戦闘に戻りましょう。今度はセキュリティを出し抜けるはずよ。と呼ばれているわ。ハビング、ここにいるわ。よし、挨拶に行くか。